アジのマリネを作ろう。ちょっと大丈夫ですか。ちょっとなんか久しぶりすぎてなんか大丈夫でした今。ちょっと合わなかった。ちょっと合ってませんでしたね今ね。まあということで、まあ今日はねアジのマリネを、作っていきたいなと思います。そして、今日の開運ポイントこちらです。じゃん。対人運をアップで現状打破ということでございます。まあね、あのアジは、まあこのね木火土金水五行説の中でもですね、まあ、水に属しているということ、それからアジは今旬な魚でもありますよね。やはり旬なものを取り入れる、そして、まあ、また人と多く会う、そんな出会いな時期でもありますから、そんな時にちょっとね来客が来た時に、ちょっとした一品として出してもらうと、すごくこうちょっとテンションが上がる、そしてまた会話が弾む。で今日はあの材料の中にワインビネガーも入ってますので、まあそれは疲労回復の効果もあります。体疲労回復もしながら対人運も上げていきましょうということで、今日はアジのマリネを作っていきたいなと思います。材料の紹介をまずしますね。いつも忘れちゃう。オリーブオイルですね。オリーブオイルと、それからこれ にんにくのみじん切り、それからこれ黒糖です。黒糖の粉末にしたものですね。それからこれはお醤油です。そしてこれは白ワインビネガー、それからこれは白だし醤油です。そして、赤唐辛子を輪切りにしたものと、お水、それから小麦粉、そしてこれは、クレイジーソルト、そしてこれアジですね。アジは、まあ、あの骨抜きして、おろしたものです。それから玉ねぎのみじん切り、パプリカの赤と黄色、こちらを使って作っていきたいなと思います。まずこのアジを今これおろした状態になってますけど、これをちょっとカットしていきます。これを3枚ね、これぐらいにカットして、そしたら、この今、切ったアジに、クレイジーソルトをこれちょっとまぶしていきます。これまぶせますよね。ストップストップ、はい、こう各それぞれ行くようにですね。あ、いい感じだと思いますね。はい、でこのクレイジーソルトを、このアジにまぶして、でそれこれはちょっと置いておきます。ここからまず玉ねぎを、ちょっと炒めていきます。これオリーブオイルで炒めていきます。ちょっとオリーブオイルをたっぷりめに入れまして、まあ最近はちょっとあーちゃんも一人で料理をしたりとか、なんかダイエット食みたいなね、やってますよね。あれ、オムライス、あ、オムライスやった、作った、この前ママがいない時。ああ、なんかね、なんか違う。そういえば、そうそう、何か足りなかったってことで復習したんだよね。何が入ってなかったかっていう、しいたけ、そう、しいたけ入れてなかったんだね。あとコンソメも入れてなかったんだっけ。なかった。何か足りないっていうことまでは気づいたんですけど、いろいろこう復習したところ、それが足りなかったっていうね、気づきがありましたね。この玉ねぎをね、今から炒めますんで。しいたけは結構いい役割を果たしてるよね、あれね、うん、やっぱりないとちょっとなんか物足りないなっていうね。でもそれ気づけたことがね、なんかすごいと思いますね。やっぱなんか足んないな、なんか違うなっていう気づきが大事だよね。で玉ねぎをちょっと焦がさないように、ちょっと炒めてもらって、でその炒めてる間にですね、でまずこの甘酢をね作っていきたいなと思います。これは白だし醤油ですね。それから、これが白ワインビネガー、そして、これがお醤油、そしてこれは黒糖です。でこれが、唐辛子、これをちょっと混ぜて、玉ねぎが少し炒まってきたら、このみじん切りのニンニクを入れます。これね、ビールにもいいですし、ワインにもね合いますから、で作り置きできるんでね、いいと思います。
この玉ねぎがもう軽くでいいです。炒まったら、これをこの今作った甘酢に合わせていきます。玉ねぎと、ニンニクのみじん切りですね。これだけでもいい香りで、あったかいうちにこの甘酢に入れた方がさっき あの黒糖とか、そういうものもあの溶けて馴染みやすくなりますんで、これ炒めて熱いうちに、入れといてください。そしたらこれは少し、タレになりますんで、ちょっとこれを馴染ませておいてきます。そしたらですね、次はこの油でアジを揚げていきます。軽くさっと表面カリッとするぐらいに揚げていこうと思うので、まあ、大体160度ぐらいから170度ぐらいの間で、揚がればいいかなと思います。でその揚げる時にこのアジに小麦粉を、ちょっと振っていきますね。小麦粉をちょっとこう軽くちょっとこんな感じでアジに小麦粉をまぶす感じで、これ温度が上がってきたら揚げていきます。で十分に買ってきた時にアジの水気はしっかりと取っておいてくださいね。これでちょっとアジを揚げていきたいと思います。で、まあ、このようにさっき小麦粉をちょっとまぶしたものを、さっとこう入れて、でだんだんこう上に浮かび上がってきますから、そしたらこう上がってきた証拠なんで、ちょっと表面がカリッとこんがりするぐらいに揚げてもらって、どう？美味しそう。お腹空いてる。こんな感じでカリッと揚がれば大丈夫です。最近どう？最近どう、うん、どう何が一番楽しい？最近なんか、うん、結構生まれて初めてくらい、うん、アニメにハマってて。そうなの？東京リベンジャーズ。東京リベンジャーズっていうアニメにハマってんの？今映画公開してて、ああ、ハマって友達に誘われて、うん、映画を見に行ったの、何も知らずに、うん、そしたらめっちゃハマっちゃって、うん、アニメも全部見て、うん、今度漫画化してもらう。あ、そう。ヤンキー知ってる？ドラマとかで見るくらい。いや、そうだよね。実際だって最近街で見かけないもん。そう、だから俺らが見るヤンキーとイメージと、あーちゃんが感じてるヤンキーは全然違うの。確かに。それにハマってないな。なるほどね。はい、そんなこと言ってたら上がってきましたよ、味が。さっき作ったこのタレにこのアジを入れます。そしてこれをちょっとまた和えて、そしてここにパプリカを適量こう入れていきます。パプリカはシャキシャキ感を残した方がいいんで、この量に合わせてバランスよく入れてもらえれば。そしてここに和える。そしてこうやって和えといて、まあ、夕飯の時とかだったら保存容器にタッパーに入れといて、これをこうちょっとずつおつまみとか、付け合わせみたいな感じで、出してもらえればいいんじゃないかなと思います。完成です。これでできました。簡単でしょ？簡単だね、できそうかも。できそうかも。どうぞ。いただきます。うん、おいしい。おいしい、うん、食べやすいよね、うん、完全にお酢とかだけだとちょっとすごい酸味を感じたりするんですけど、白ワインビネガーとか、あとはマイルドな方が好きな人はすし酢なんかをね使うとすごいいいと思います。野菜もどうです？うん、ね、ちょっとさっぱり酸味も効いてるし、普通のねサラダより食べやすい、うん、ということで、今日はアジのマリネを作りました。皆さんもね、こうちょっと会話が広がるような、人が集まるような時に、ちょっとおつまみとして一品作ってみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、
チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。